ドン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 。お？ぽ。あ、あさりさん登場。イエーイ。じゃあ今日もお願いします。お願いします。はい。じゃあ今日はどんなメイク術を教えていただけるのでしょうか。今日は水色系で寒色系で使うお色味の方をご紹介していきたいと思います。お願いします。はい。まあ、あの着物が水色か水色のシャドウを使いたいという方もいらっしゃると思うんですけれども、着物の場合はあえて赤とかピンクを使うっていうのも結構おすすめです。メインに例えば赤とオレンジ使って差し色で目尻に水色とか入れて少しこう可愛らしくちょっと変わった感じに入れてもいいかなとは思いますね。結構大人っぽい色なので、まあ、子供らしさを表すにはやっぱピンクとかオレンジ赤を使ってあげるとおすすめかなと思います。あとは帯とか帯揚げの色味が入っているときに、まあ、そこら辺で多分赤とかオレンジ来ると思うんですけれども、そこの色味を使ってシャドウを出しても可愛らしいと思います、はい、結構このお着物もあのいろんな色が入っているので、ちょっとワンポイントに紫なんか入れて大人っぽくしてきたなとは、はい、思います。お子様の可愛らしい顔を生かしつつうまく使っていく感じですね。はい、そうですね。はい、というわけで今回は水色のお着物の色合わせの回でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた次回は違った感じの柄でやっていこうと思いますので、はい、皆様お楽しみに。楽しみ。またねー。